さあおはようございます。ついにです、ついにシドニーモータースポーツパークまで来ちゃいました。ちょっと行きの飛行機がものすげえ揺れてほとんど眠れるじまいと、で昨日はなんか嬉しいんだか不安なんだかよくわかんないけど9時半に寝て1時半に目が覚めて、それからずっと起きてます。なんとかはいです。そろそろ今9時半過ぎてますけど、12ちょっとから1本目の走行が始まるんですけど、未だにまだタイヤが組まれてないという。やっぱりね、ここはやっぱオーストラリアですね。日本とは全然違います。まあそんなちょっとぐらい遅れたことでね、イライラしてもしょうがないんで、もう適当にできるまで待とうと思います。まあコース自体はもう4回も走ったんで、趣味で、まあもう完全に、ね、覚えちゃってるんで、どってことないと思います。あとは俺の車がちゃんと走るかどうかが、それだけが心配ということなんで、もうね3日間、今日通して3日間あるんですけれども、本当に最後までニコニコして帰りたいなと思ってますからね、あんまり無理しないです。ぐちゃぐちゃになっちゃってもこれカルネなんで、そのちぎれたパーツ一つまで持って帰らなきゃいけないという、そういう任務があるので、なるべくコンテナの中にもエンジンかけて入れられるようにしたいです。ということで今日練習1本目ちょっと様子見て頑張ってみます。やったるぞー。
さあ、さっき、朝の一発目の砦で無事に帰れればいいなっていう話が出てましたけど、体は無事ですね。まだ1回しか走ってないんですよ。しかも1周ワンアタックだから1周しか経ってないんで、2周目ね、2回目の走行に1周目の、1コーナーをそこそこのスピードで入れて、2コーナー2速に落として、で今度右コーナーを3に入れて4ですげえ下る、4ですごい下る、この下った瞬間にエンジンブローです。まあ、その前からデータログを見るとちょっと油圧がなんかね、1コーナーを入ってったあたりから油圧が 3点いくつぐらいまで落ちちゃってるんで、このサーキットはすごいそのメタルに対して非常に厳しいサーキットだということは聞いてました。でもまさか1周アタック、そのために1周しかアタックしないんですけど、それでいきなりブローするとはちょっとビビりました。そこそこ SR エンジンはもう 100台じゃ効かないぐらいは組んでるんだけど、こんなに早くエンジン壊れたの初めてだわ。ということでこれからエンジンの世界です。スペアエンジン。Give it, go. Up.
break the bar for me? Can you twist it? Twist it, bitch? Twist yeah, yeah. Twist it. Come twist it. Okay. Is it good? Yep. Okay. 1 second. Sharp, sharp. Okay. Hold up. Yep. Get the other back. Push. Yep. Okay. Okay. すげえ、もう釣っちゃってるよ。まだ4時50分なんですけど、1時間足らずでエンジン外れちゃいました。早すぎん。Yep. Yep. I might order some pizza or something. Let's get a different pizza. Yeah. 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 Yeah.作業開始から2時間26分スペアエンジンがついにクレーンにかかります。もうね、こういったタービンとか全部移設が終わって、まだねクラッチがちょっと残ってますけど、ついにハンガーに上がって down slowly? Maybe. エンジンが乗ります。途中1時間ぐらい休憩を挟ん、1時間は嘘かな、休憩を挟みましたが、19時半ついにオイルコーラーライン、スペアエンジンが